それでは第7週目、2月12日から16日までの、材料カレンダーを追っかけていこうかと思います。まあ、いきなりですけども、月曜日はですね、休場になってますね。なんか祝日が日本であるみたいでお休みでございます。まあ、偶然ですけども、シンガポールや香港、中国と、まあ、アジアではね、休みのところが多いみたいですね。その他、特に材料みたいなものはアメリカからもそんな強いものは出てないんですけども、日をまたいで28時、つまりは火曜日の朝4時に1月の月次、財政収支が出るみたいですね。まあ、月曜日は今までもお話した通り、こういうふうにね、ドル円の場合、日米が同時に相手こそのテクニカルですから、トレードできないことはないんですけども、まあここはね、ちゃんと割り切って休んだ方がいいと思います。ちょうど土日月と3連休ということでね、身の回りのことをやったりとか、火曜日から始まる日常に備えていただいて、でトレードをするためのね、トレーニングもしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ火曜日ですね。火曜日は香港、中国は合わせて休場なんですけども、まあこれはあれですよね、中国の旧正月の影響なんですよね。はい、で日本からの材料は出てますけども、そんなに強いものはありません。で、22時30分からですけども、アメリカの方で CPI が出ますんで、ここは結構動くと思います。はい。ですんでね、火曜日は日中テクニカルで勝負して、夜はちょっと荒れますんで、それに合わせて水曜日に向かっていただきたいと思います。水曜日は中国が引き続き休業なのと、それからヨーロッパの方からね、何か材料が出ますけども、まあ、我々ドル円の方はね、まあテクニカルで勝負できるんじゃないかなと思います。ただ、前夜のこちらの CPI の触れにだけ注意してください。まあこのくらいの材料があったらね、実は水曜日っていうのは結構利益を取りやすいんじゃないかなと思いますよね。はい、そして木曜日です。木曜日は15日になりますかね。はい、15日は、これ GDP の速報値が出ますね。朝から日本市場荒れますんで、午前中はしっかりと様子を見てください。午後から仕掛けることになると思います。はい、午後はね、特に材料ありませんので、ここでも一勝負できるんではなかろうかと思います。木曜日です。はい。まあ、夜はね、結構材料が悩みますね。あまり強いのはないですけども、一応ちょっと警戒しておきましょう。住宅市場指数ってのも出ますんで、これはね、結構ね、住宅がどのぐらい動くのかってことはね、見ておきたいですね。で、金曜日です。中国相変わらず休場で、日本からは強い材料は出ておりません。はい、金曜日も、まあまあテクニカルですね、これね。夜も材料は多いんですけども、これといって強いものはありません。はい、ということで、月曜日休みで、火、水、木、金とできますね。で、火曜日の夜はちょっと強めの材料が出ますんで、そこだけ警戒という、そんな一週間になりそうです。